写真拡大。侍ジャパン U12 代表は台湾台南市で行われている第5回 WBSCU12 ワールドカップでオープニングラウンドを5戦全勝の首位で突破。5試合すべてで初回に先制し、一度もリードを許さない圧倒的な強さでスーパーラウンドに進出した。悲願の初優勝に向け、3大会連続で U12 代表の指揮を取る西俊久監督のチームで不動の切り込み隊長として躍動するのは、オープニングラウンド5試合中4試合に1番で出場した赤澤龍衣、八尾中央ボーイズ。赤澤上がりに出るとみんな勇気をもらえるようで、1番打者としてチームに精神面で好影響を与えている。赤澤をスタンドで見守る母ゆりえさんも、息子の野球に対する集中力は凄まじいと笑顔で明かす。すごく負けず嫌いで、野球になると周りが見えなくなる。野球が大好きで、野球しかないんですよね。他に好きなこともない。野球以外の時はお調子者でふざけるのが大好き。でも野球になると別人になって目も合わせてくれない。低学年の頃は母とキャッチボールをするくらいだったが、3年生の時に野球を習いたいと言い出したという赤澤。ちょっとまだ早いからあと1年我慢しよう。それでもやりたい気持ちがあるんだったらやらせてあげる。当時はルールもわからなかったため、ゆりえさんがこう説明すると、4年生の時に1年経ったぞと本人から言ってきたため地元のチームに入れた。初めからのスタートだったこともあり、最初はずっとベンチだが、5年生から試合に出始め、どんどんと力をつけてきた。侍ジャパンの不動の切り込み隊長にまで成長した息子に母は、これは挑戦というか何でも経験したらいいと思って応募したんです。まさかこんなところまで来られるなんて思っていなかったんです、と話す。1日からのスーパーラウンドでは、ベネズエラ、韓国、メキシコと強敵との3連戦となるが、赤澤が先頭で塁に出る限り、侍ジャパンの快進撃は続く。工藤敬大、敬拓の。